情けない。配下も雑魚ばかりでしたが、棟梁がこの程度では、それも致し方ありませんね。薄汚れた山賊の名にふさわしい、吐き溜め集団でしたか。すげえ、あれだけいた山賊を、たった二人で倒しちまった。強すぎる。もう、勘弁してくれ。だってよ、フォルテ。どうする？頃合いでしょう。アシッド、ビジョンオーブを。はいよ、バッチシ構えてるぜ。さあ、準備はできました。山賊の男よ、そこにいる少年を殺しなさい。え？ちゃんと転営してやるから、安心して殺されとけ。安心なさい、少年。あなたが殺されることで、この男は確実に執行者に消されます。親や村の人間たちの仇が取れるのです。本望でしょ？何言ってるんだよ！あんたたちが倒してくれればそれで！言ったじゃないですか。それは僕たちの役目ではないと。かつて、僕たちは両親を山賊に殺されました。幼かった僕たちは怒りに任せ山賊を追いかけました。自らの手で仇を討つために。でも当時の俺たちは、ただの無力なガキでさ、秒で返り討ちよ。あっけなくね。俺は、あの時死を覚悟したよ。でも、アシッドにとどめを刺そうとする山賊の姿を僕はなんとかビジョンオーブに収めることができました。すぐさまその場面を転映し、そして来てくださったのです。神の使い、執行者が。あの時の光景は今でも忘れません。執行者は優雅で美しく輝いてさえいました。その輝きをもって神は僕たちを救ってくださったのです。感謝しろよ、ガキンチョ。お前も救われるんだ。俺たちが見たのと同じ希望ってやつにな。なんだよそれ。さあやりなさい、安い山賊。それとも、死よりも恐ろしい攻めくで、無理やり従わされるのがお望みですか。よくできました。罪の刻印が。来るな、やめろ。無駄ですよ。神は決して咎人を許しはしない。諦めろってね。やめてくれ。今日もまた、神は正しく咎人を消し去った。見てくれてるかな、キャスク様。俺たちの活躍をよ。きっとご覧になっているさ。キャスク様はいつでも、正しき者の味方なのだから。早くご尊顔を拝したいとこだね。ああ、そのために尽くそう。すべてを捧げよう。我ら。神の使徒として。